青森出身の平沼かな子です。青森出身の朝倉の子です。今日は八戸市の南郷地区にある山の学校に来ています。やった。二宮って演じる初めて見ました。ということで、はい、これがあるということは、学校だったんですよ。学校だったが今も廃校になって、ここでいろんな体験ができる施設として運営されています。はい、今日はですね、この南郷といったら蕎麦とジャズの里なんですよ。もうということで、はい、蕎麦打ち体験をしたいと思います。やった。蕎麦を自分で打って打って食べましょう。食べる。やったということで、レッツゴー。着替えました。着替えましたということで可愛い。なんか幼稚園の先生みたい。幼稚園の先生みたいですよ。ありがとうございます。いいですね。寝てると降りてる。ありがとうございます。じゃあ今からそば打ち体験します。じゃあこのままね、これ二八そばといって、そば粉が8割、小麦粉2割入ってます。そしたら、おいこっちか。全部入れて。はい。手まずつけないでよ。手つけてね。全部入れたら、はい、から右手の指先だけ、はい、平塚の指先だけ混ぜて、はい、たら残ったこの水は半分入れて、はい、半分、半分、半分、はい、のしに入ります。15センチぐらいの大きさになるまで、手のこの親指の付け根のまで15センチぐらい。次、のし棒を使って伸ばします。はい、自分の方1センチ、こっちの方も1センチ残して、こう力を入れてギュー、帰りも力入れてギュー、こう後がつくぐらい。そしたら、そばを30度ぐらいこう右に回します、はい、で棒は必ず自分に水平にこう回さない。で必ず1センチずつ開ける、はい、帰る。理由は端まで力入れるで押すと薄くなって破けるから。で必ず1往復で1往復、1往復半でこうやったら必ず同じ方向に30度ぐらいずつ回していく。あと1周すると大体丸くなる。前からこう棒にくるくるっとこう緩くならないようにぐーっと、たらそのまま持ち上げないで引きずって持ってくる。たらそばの上を転がせばいい。手を前に進む。1回、2回、3回、4回やったら右手で棒を持って棒を立ててる。たら広げる。で手前から持ってくる、はい、そうするとひし形になる予定なんです。はい。で、こうなって。ここから。はい。4回。4回か。4回。4回やったら、はい。で、こうして。広げる。で、ここからこうなって。持ち上げない、持ち上げ、引きずる、引きずる。畳んで切りましょう。はい。打ち粉全体に振って。はい。包丁でいい。こう、始まるんですか。はい。ここは刃だから触ってない。はい。ここは刃じゃないから、ここはこうすくう時使うから、包丁合わせる。はい。だから、左手は、本当は3点してて、親指してる。こうやって、こう、
やるんだけれども、やりにくい事象で重い指を広げて軽く触るわけ。これ握りだね。握りと力入るからね。握りだ。で、包丁を左に通す。左。あと隙間が出るから、それを上からこう。わあ、そういうことか。切る。倒す。上げて切って倒す。上げて切って倒す。上げて切って倒す。ダンスみたい。やってみて。で、ここちょっとこう隙間を開けてあげると、ここでこうすくうとき。スッと上げてあげる。上げて、切る。倒す。上げて、切って、倒す。上げて、切って。ほら、倒す。上げる。重いんです。倒す。上げて。包丁が。切って、倒す。上げて。包丁上げて、切る。上げる。めっちゃ重い。倒す。上げて。私のめっちゃ太くないですか本当に。これちょっと悪意ありますよね、ここに。これ太いよって置いてる。そうで、細いのもあるんですけど、うんうんうん、やっぱ太いやつが本当に太くなるから存在感が本当にすごい。いただきます。うん、なんか見た目太いなと思ったんですけど、うん、すごいちゃんと歯ごたえがあって、うん、え、私うまいかも。美味しい。食べていただきたい。自分が作ったわけじゃないのに。じゃあ私が作ったやついただきます。そばですね。ね、すごいちゃんとそばになって、ちょっと感動する。ないな。歯ごたえって言っていいのかな。歯ごたえありますよね、すごい。こう存在、そばの存在感がすごい。うん、うん、うん、え、見てください、ほら、本当だ、基本的に短い。か短くなってしまう。私のすするほどの長さないですもん。グッと左手の押し付け力入りすぎてる。そっかそっか。グッと押すから、あの畳んだ分の長さにしかならなかったりするから、そうじゃなく軽く触ってるとキュッとなる。こんなに細く切れるのね。すごい。すごい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 。なんか美味しいんだけど本当に美味しい。いやすごいわ、なんかそばってこういうものだった。いやすごいトゥルンってね。すごいわ、やばい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでした、体験して。そばすごい作るの楽しくて、うんうんね、途中あんまりにもできなすぎてあれだったんですけど、でもね、仕上がってみると太いのと
細いの混じっててもそれはそれで、うん、なんだろう、そばなのかどうかって言われると、うん、やっぱね、校長のと食べ比べた時にそばだったかどうかわからないけど、うん、美味しい食べ物ではあったんですよ、うん、美味しかった、すごい美味しかった、ね、この廃校になった学校を使って、うん、この場でそば打ち体験をして、で優しく教えてもらいながら、うん、自分で売ったものを食べるっていうこの貴重な経験、ね、すごい楽しかったですね、美味しかったです、ね、夏になるとそれこそひまわりとかそば、うん、の花とか咲きますし、そばを、ね、作るだけじゃなくて食べることも、食べるだけもあるので、ね、ありましたね、ぜひ皆さん来てみてください、はい、本当に来てみてください、すごいおすすめです。